でもナッツって言ったらトウモロコシなんで、ここでバーベキューできますということで、これ何でも持ち込み OK、 肉以外は持ち込み OK。 あ、そうなの、うん、食べ放題90分、2000円と、いうことで、結構暑いけどね、気分的にはやっぱ今のその気温の方が勝ってるような感じがして、はい、というわけで皆さん、こんにちは、 YouTube です。今日もね始まるわけですけど、あ、今日もね本当に暑い、34度超えでね、ちょっとマスクするのもしんどいかなというような状態ですけど、こまめにねマスクを外しつつ、水分補給を取りながら、ここに来たわけですけど、今ね岡山の、津坂というねエリアに、来ております。今日行くところはね、この目の前に、あるんですけど、今日はねここに、行ってみようかなと思います。ここでバーベキューできますということで、なんかすごいね肉肉と、大きく書いてるわけですけど、ちょっと行ってみましょうかね。あ、来ましたよ。どうやって入ったらいいのこれ。あ、でもちょっと映像的に。はい、今日行くとこ、これからね行くところはバーベキュースタジアムというね場所なんですけど、前からねすごい気になってた、場所でもあるんですけど、この横がね笹ヶ瀬川になりますね。はい、なかなかねちょっと場所が分かりにくいと思うんですけど、まあ、詳しくはねそのバーベキュースタジアムと、検索いただければ、出てくるということですね。はい、ちょっと暑いですけど入ってきますね。リニューアルオープン7月17日と、はい、ちょっとここに行こうかなと。すごいなんか業者感のある、場所にね入ってきてますけど、直売所と、工場直売所と、暑いな、今日も暑い。すいません遅れました。あ、どうもお騒がせしております。まあ、ドリンクは別よね。ドリンクは別。でも何でも持ち込み OK。肉以外は持ち込み OK。あ、そうなの。うん。シーフードでしょ。全然システムがわからないんだけども、どういう感じなのかな、なんか。今日のプランはこちらですね。スタンダードブース3000円で3時間、10名様までと基本料金セット、1名様1000円と、あとお肉ですね。詳しくはバーベキュースタジアムのウェブページでご確認ください。これ牛肉かな。すごいな。はい、こういうね鶏皿が、 こっちも鶏皿サービスなんかセットみたいな。そうそうそう。あ、でこのタレも、タレもね、え、はい、というわけで、今ね肉を焼きながら、
撮影してるわけですけど、まあここね、なんか時間3時間3時間で、3000円 であとはまあその肉の料金とか、その他もろもろということで、まあ、その食べ放題もあるらしくて、食べ放題90分、2000円と、いうことで、まあでも90分ですからね、普通の、まあでも長くいたいなって思ったりはするんで、軽く食べたいなと、焼肉や感覚で食べたいなっていう人はいいのかなと思います。男梅アサリが残ったのが怖い、うんうん、ちょっと今塩コショウやってる？入ってる？入ってる？持ってる？結構暑いけどね、え気分的にはやっぱ今のその気温の方が勝ってるような感じがしてる、うん、これを家の庭でやれって言ったらやっぱ無理だよね、こういうとこだから。はい、もう3時間で設定した炭の量、いやそうだな、うん、でも夏って言ったらトウモロコシなんで、まあでもこういう感じでやるのって久々かもね。大体なんか切ってあったやつとか、うん、そのまんまのやつあるけど、このまんま、そう言ってる間にお肉が焼けちゃってると。ハケ欲しいな。はい、皆さんご視聴お疲れ様でした、今日はね、こういう形で、バーベキューをねさせていただきました。岡山インターかな、岡山インターを降りてすぐの場所になりますんで、まあ地図とかは、そのバーベキュースタジアムと検索いただければ、出てくるかと思います。まあその前もってね、その予約が必要なので電話なり、していただければいいかなと思います。一応3時間とか、時間は、決められてるんですけど、一応なんか延長しようかなと思ったんですけど、なんか延長できないみたいですね。はい、まあというわけで、まあその数にも限りがあるので、まあそういうことなのかなと、いうことですね。はい、またね YouTube の方、ご視聴お願いします。はい、ありがとうございました。それでは。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。